それでも良い方は。ゆっくりしていってね。Okay, cat. Stay calm. Focus. ボン、ジーヤ。ネームです。マリサだぜ。牛乳とコッペパン、コッペパン。先日何気なく口ずさんで歌っていたら、その歌なんですか、と聞かれました。聞かれるまでもない、牛乳とコッペパン、だと答えてやりました。ですからその歌なんですか、と聞かれました。定番の替え歌だと答えてやりました。でも話を聞くと、どうやら世代を超えた、定番の替え歌とは言い難いようですね。牛乳とコッペパン、は、定番の替え歌として、世代を超えていない話でした。以上。このくだり必要か、うぷ主の頭が異常。以上。先日、公式サバ戦オールトンパークを走りました。雨のオールトンは初めてで、即席ウェット設定で、古代出場ながらボール獲得。うぷ主は全然ウェット練習しないのに、ウェットにはそこそこ強く、セッティング出しも悪くないようです。決勝ではスタート時、雨が上がっていたこともあり、すぐドライコンディションになると予想。一緒に出場した、勝明選手に止められながらも、ドライ設定、ドライタイヤでスタートします。ところが予想を大外し、全く路面が乾きません。考えてみれば5台程度で走っても、路面が乾くはずもありません。ヘビーウェットをドライタイヤで走り、瞬く間にビリに落ちます。そしてそのうち再び大雨になります。ピットでウェットタイヤに履き替えて、レースは実質上終了です。あとは雨の中のドライブでした。もともとボール獲得しているのに、ギャンブルする意味がわからん。ごもっとも。その後、勝明選手もうぷ主も、消化不良なレースだったので、二人で海外マルチサバに行きました。予選時間も残りわずかから、前に引っかかっての予選でした。うぷ主は予選15位、勝明選手は20位と不本意ですが、とにかく上位を目指します。うぷ主は事故もなく10位で、オープニングラップを終えます。海外のこの感じ、とっても素敵です。
このコーナーは3速で行けますね。このレース久々すぎて、2速で回ってました。後の練習で、ここを修正して、タイムがかなり上がりました。さあ、レースクラフトです。できるだけ順位を上げましょう。35を2速で回るので、ここで追いつかれています。リダケ選手に追われます。これです。この飛び込み、海外サバならではの感覚、ウプ主はこのレース感が大好きです。なんかコメントないのか。ご覧のように、牛乳とコッペパンに発展いたしました。以上。以上。以上。
ラップ12、最終ラップです。現在ポジションは8位。ここウルトンは、狭くてバンピーなサーキットで、ミスしがちです。各コーナーも昼やクレストになっていて、進入口からは、広く錯覚して見えたり、進入角度を間違えると、車が思わぬ跳ね方をします。このレースではウプ主の、自己ベストは37秒台中盤ですが、先ほどの T15 を練習し、36秒台を出せるようになってきました。個人的には、爽快感のある良いサーキットです。ただしスピードの乗ったコーナー、狭くバンピーな路面、飛び込み勝負の試験があり、ざわつくサーキットの一つでもあるな。このコースで速く走れたら、乗れてる感が出るよね。ウプ主も事故があったけど、勝明選手もいろいろあったようだね。ここはアグレッシブな、レース展開が、映えるサーキットの一つです。ウプ主最終コーナーを立ち上がり、今7位でゴール。マリサ、そろそろ終わろうか。グダグダしていても仕方ないんだぜ。それでは皆さん、次回まで、さよなら、さよなら。